皆様こんばんは、トミーです。日刊トミー第21号はですね、水曜日ということで旅がテーマです。で、この間食の会の時にエビについてお話ししたんですけれども、その時すっかり話し忘れておりまして、このエビのことを話さないといけなかったと思いました。北海島エビですね。で、これは結局食のような旅のようなどっちとも言えない内容になるので、こちらでも良いかなと思って、なるべく早く続きを言った方がいいのかなと思ってお話します。何を読んだかはね、もう今や忘れましたけれども、30代ぐらいの時かな、何かを読んでたら、北海道に小台島という場所がありまして、そこはいろんな多分偶然が重なってですね、割と特殊な環境があって、でそこには北海島エビというエビがおると。でこれを未だにこう帆掛け船で取っていると。というのは海中にですね、アマモというね、藻がたくさん生えてまして、それがエビの住処になっているんですね。で動力船で行くと、そのスクリューでその藻が切れちゃうというので動力船禁止なんですね。で未だにこう帆掛け船で取ってる。しかも料金も年2回かな、ですごい限定されてて、漁獲量もすごい制限されてると、資源保護ですね、いうので、へえ、そんなとこあるんだと、それ一回行ってみたいなとずっと思っててですね。でもね、人間ね、やっぱりね、本気で願うとね、大体叶いますよね。私もその時は全然もうそんなん行けると思わなかったですけども、その時もうすでに音楽の仕事はしていたのかな。でもまだツアーなんか全然行く前やったから、旅行、ただの旅行です、お台島なんていうとこね。場所的にはですね、野付半島ですね、北海道のずっと東の方、根室の方のちょっと北の方ですね、別海とか中標津まで行かないですね。そういう割と偏僻なところにあるんですよ。すごい特徴的な砂子がありまして、その砂子に囲まれた内湾みたいなところが小台島というね、場所なんですけども。で、こう、やっぱ北海道ツアー何回もやってるうちにですね、どんどん、最初はやっぱ札幌しか行ってなかったんですよ。札幌に1週間とか滞在して、でそれでいろいろ活動してたんですけど、だんだんと弟子が留萌にいたりして、留萌に行くようになったり、で帯広に行くようになって、いろいろ開拓してですね、いろんなところに行けるようになってまして、でずっとだから、北海道すごい広いので、ずっとそのツアー中1か所ぐらいは開拓というねことを心がけてやってたんですけど、ついにですね、別海町でライブやれることになりまして、そこの地元の議員さんかな、なんですけども、昔トロンボンやってたという人とつながりまして、で別海に行けるようになって、でその時に野付半島行きまして、小台島を見まして、北海島エビも食べました。北海島エビ天丼かな、最初食べたのは。でとても美味しかったんですけども、去年おととしかな、おととしになるのかな、別海の押田ファームというところありまして、牧場なんですけども、そこで演奏させていただいて、そこはね、宿もちょっとやっておられて、そこに泊めていただいて、でその時に来ておられた方にですね、いただいて、そんな島エビ好きなんやったらうちあるけど食うかって言われて、いただいて、めっちゃくれはったんですよ。それホテルでひたすら食べてですね、それは茹でてあったのかな、めっちゃ美味しかったですね。色もまた綺麗ですよね、
緑色みたいなエビなんですよ。だけどまあエビって大体ねみんなそうなんですけど、火を通さない限りはね赤くないんですよね。当たり前やけど火を通すと赤くなるというね、非常にまあ美しいエビなんですけども、いただきまして、ほんとね、まあそのまあ何を見たんでしょうね、サライかな、それ見た時にまさか本当にね生きてるうちに行けて、しかもそのエビ食べれると思わなかったんですけどね、そういう経験ができて本当によかった。また行きたいんですけどね、別海もね、なかなか行けないですね。あと甘エビについてはね一つね思い出がありまして、大学の時ですね、大学何回生やったかな、 4,5 回生かな、前にもお話したことあると思うんですけどね、大学生協になんかそういうパンフレット置いてあって、それなんとなく見たらですね、まあ、京都から北陸の方ですね、あれは山城温泉やったと思うんですけど、山城温泉まで、まあ、電車乗って行って一泊して帰ってきて、まあ、もちろん2食ついてて、で夕食は甘エビ食べ放題だと。でそれで1万円とかそんなんちゅうことかな、めっちゃ安かったんですよとりあえず。でそれでなんとなくその場にいた後輩たちにですね、こんなんあるけど行ってみたいなって言ってポロッと言ったらですね、私も行きたいですみたいな人が結構いて、で結局何人かな、5、6人 ?6、7人ぐらいで行きましたね。その時はもうだから私の同期はみんな卒業した後やったと思うから、やっぱり5、6回生かな。あいつがいたからでも5回生か。いや、あいつがまだいたからな。あいつまだいたな。ってことは5回生かな。なんか8年もいたからいつかわかんないんですよね。それで行きまして。でね、結構な量出てきたんですよ、最初に。けどこっちはね、食べ放題行くぞ的な感じになってるから、まあそこ頑張る必要ないんですけど、頑張って食べたんですよね。で当然のようにおかわりを要求したらですね、中井さんがね、え、あの量出してまだ足らんかみたいな顔をされて、それはまあ分かる、非常に分かるんですよ、そりゃそうだろうなと思うけど、まあこっちはねそのために来てますから、ね、引き下がれないですよね。いや食べ放題だったんですけど、まあそれはそうですけどみたいな感じで、まあ渋々でもないけど、まあにこやかでもない感じで持ってきてくれて、もちろんそれも食べました。応援団ですからね、残すという選択肢はないんで、特に私はもうその時4回生以上の存在でしたからね在学 OB というね最強の立場やったんで、誰も残さないで食べましたけどね。いや、なんかあれは本当にいい思い出ですね。私の一つ下の後輩ですごいできる後輩がいまして、その子がいろんな手配とかね、やってくれてね。私はだからお金出すだけで、全部お金出したわけじゃないですよ。全部ごっつんじゃないですね。ごっつんということはありまして、ね。あ、でも、どうやったんかな、忘れたな。結構出したんやろか。忘れました。なんせもう、3回生ぐらいからあとは後輩におごるためにバイトしてたみたいなもんですからねほんまに。なぜ後輩となんか行くとなったら全部私持ちなんですよね、飲み食いはね。だからそういうもんだから仕方ないですよ。だから本当にめっちゃバイトしてたけど全然お金残らなかったですね。そういや3回生の時とかパチプロ1ヶ月か1ヶ月半ぐらい限定でパチプロみたいなことしてましたね朝の10時にパチンコ屋に出勤して、で、まあ、3万ぐらい取れたらやめるけど、できなかったら1日中いるみたいなね、そんなこと毎日夏休みの時ねやってましたね。でも全然お金残らなかったですよ、全部きれいに使いましたね。そのだからそれがその時期は過ぎた後が大変でしたね。その金銭感覚がもう戻らなくて大変な思いをしましたわ。もう千円札が100円玉ぐらいの感覚なんですよね。分かる人には分かると思うけど、3乗
木山市三条から真ん中らへん行くのにタクシー乗ったりしてましたよね。今考えたらすごいなと思うけど、その時ね90キロ超えましたからね。私もう全然あのズボンが入らなくて、でどんどん買って、でもその時履いたズボンがね、だからそのそういう時期過ぎたらやっぱりシュートしぼんでですね、ガバガバでめっちゃおもろかったですけどねそんな学生時代ね、めちゃくちゃな学生時代でしたね。今でも後輩に言われますからね、いやまあそんな言うとあれですけど、ほんまめちゃくちゃでしたねって真顔で言われますからねでもその中でもそのね、あのエビの甘エビのねツアー、甘エビのツアーじゃないけどね、別に、まあ、山城温泉、温泉入って、で温泉ね、私その時はね、今でもそれほどでもないけど、当時はもっと全然興味なかったからね、覚えてないですけど、風呂入ったのかどうかも、でも入ったんでしょうね、そらせっかく行ったんだからね。でもなんか宿の人に教えてもらって、観光地ね、那多寺というお寺があって、そこがいいって、そこ行けって言われて行った覚えがありますね。でもその時すでにもう全然雪昔と比べたら少ないって言ってました、言ってたように思いますね。あれでだから5回生だったとしてですね、88年、1988年ですでにそうでしたね。まあでもね、江戸時代は軽く寒冷期でだいぶ寒かったというふうに言われてますからね、じっくり時間をかけてだんだん暖かくなってきてっていう、まあそういう繰り返しですけどね、暖かくなってまた、で今地球は実は徐々に氷河期に向かっているというね、そういう話もありますから、まあ、この先あと数百年経つとどうなるかわからないけど、その時私もいないから知ったことじゃないですよ知ったことじゃないというか、まあね、預かり知らないところではありますけれども、そういえばね、大分県にね、姫島というねエビの島があってね、そこも行ってみたいな、一回ね行ってみたいなと思ってましたけどね、なかなか機会がやっぱないですね。まあ、そういう地方の離島とか、だから離島とか行くとねライブはできないんですよね。ただ単に旅行に行ってもねあかんしね。だからあの島並みとかね、あの辺は奇跡的ですよね、ちゃんとライブするとこあるからね、あれは素晴らしいですけど、まあなかなか普通はないですよね。姫島に演奏するとかって当然行くんですけどね、なんか姫島は男性はすごい大事にされると言われてまして、宿とかでも例えば男の人が泊まる部屋と女性が泊まる部屋は全然待遇が違うと言われてましたねそれもそういうのも本当なのかなっていうふうに思いますけどね、見てみたいなと思いますけどね。なかなかさすがに機会がないですね、姫島はね、車エビの島ですね。まあでもそんなん言ってたらほんまに行けるのかな、もうどこでもええから行きたいね今はね。まあ一応その旅情報としては、来月4月に松井を連れて北海道に行くことになっております。今のところそれだけかな。今ちょっと母の状態も安定しないんで、あんまりツアーをねバンバン入れるということができにくい状況なんですけども、まあまあ今はとりあえずあの今月やる予定の、まあ、レコーディングに注力したいなと思いますね。というわけで、なんか旅のような何の話かわからんような感じになってしまって、まあそれがそれでいいのか。エビの続きでした。あの北海島エビの話ねしないわけにいかないので、それちょっと失念しておりましたので、その補足というような感じで旅のテーマに絡めて お話しました、今回もご視聴ありがとうございました。トミーでした。それではまた明日。